バケツなのでちょっとやるぐらい、全然切り方わかんない。今ね、見回り、十時の見回りなんですけど、ちょうど今乗っていたフォーメーが来てるんで撮影してるんですけど、今新しいのこんな感じですね。赤い、前までね緑、まだ緑の船あるんですけど、真っ赤なねやつに変わっております。いや、なんか全然違う。エンジンの音ももちろん違うし、船のねでかさが他見ると分かんないけど、マジでかいんだよね。 1.5 倍ぐらいでかいので、船の速さはって聞いたんですけど、いや、まあそうでもないなって船長は言ってましたけど、はい、そんな感じで、これがね今新しい孔明丸の姿でございますね。はい、というわけで、まあ、ちょっと休憩しようかなと思います。実際、まあ、あとね、釣りにくい。まあ、いろいろ今ちょっと条件悪いですよ。釣りにくい。風が向かい風で来る。潮も向かい風で来る。潮が向かい風で、向か、当て潮。ね。ゆっくり当て潮なんだけど、プラス、向かい風なんですよ。わかります？これ。すげえやりづらいんだよ。向かい風プラス、こう少しね、こう、まあ、一応流れるんだけど、もうこっちの際まで寄って流れるみたいな感じです。で、ちょっとね、まあ、風がちょっと、そんな強いわけじゃないから、ふわっとした時にこう投げるじゃないですか。投げて、真っ黄のとこ見ると、ボラが寄ってます。結構ボラ寄ってる。なんやねんみたいな。だからちょっと今ね、まあ、釣りづらい。プラス、ちょっとこの場所今釣れないかな。今隣の人がね、釣ったんですけど、まあ、とりあえず、一旦休憩しようと。で、さっき船長ね、もう見回りね、ちょうど、ね、来たんで、動画ちょっと回しましたけど、来まして。まあ、電話かけてきたんですよ。今こう調子いいよって。で、この場所どこですかって聞いたら、とんかつじゃないけど、とんかつのアジロじゃない、なんか、なんとかのアジロって言ってた。こっから見る範囲、孔明丸さんが降ろしたお客さんって、自分入れて1、2、3、4、5組かな。いるんですけど、誰も正解しなかったんで、まあ、ね、しよっかとかな、連れてるんだって。手代わり何がめんどくさいって、こうカメラの配置をもう一回変えるとかね。それがね、すさまじくめんどくさい、ね、正直。というわけで、何を言うかというと、今から、朝ごはんを食べたいと思います。本当は朝一食べようかなと思ったんだけど、なんか釣れそうな雰囲気あったんで、ちょっとやったら、実際釣れたんで、やっぱ自分の直感を当てていくと。ちょっとさすがに、あれだな、寒いな。朝こっちからこうね、北風でこう吹いてたからよかった。なんか急にも南の風になって、回ってきてる風かわかんないけど、結構風冷たいですね。はい、というわけで、今日の、朝ごはんは、ちょっと見覚えがある方いるかもしれないですけど、前来た時も、おはぎ。そして今回も、おはぎです。おはぎいいのよ。何がいいかって、甘いくて美味しい。他にね、昼飯は昼飯でも買ってあるんですけど、頭を使うじゃないですか、釣りってだから甘いもんいや、迷ったの、稲荷とか、稲荷と迷ったんだけど、稲荷がもうなくてさ、というわけで、で、さらにね、これ、マジでね、あんこがめちゃめちゃ多いのよ、ここ。まあまあ、あんこ分厚いでしょ。あ、なんか虫が来たの。はい、ということで、まあ、とりあえずこれ朝ごはんなんで、いただきたいと思います。いただきます。うまっ。
そういうのめっちゃ早い。噛んじゃったね今。おお白い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 、うわー切れたい切れたい、あーハリスあげるかハリスあげるか。ちょっとサイズがでかいわ、平均アベレージサイズがよう引くし、あちょっと 1.2 号ではダメっぽいんで、ちょっとハリス上げましょう1.5 号でも釣れるでしょこれやったら。はい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 、まあやっぱ切れましたね1回切れたらもうハリス上げようと決めてました今日はね。細ハリスの私でもだからえらい引くのよ、あの今日のここのグレってめっちゃ引くのよ。なんか重量感が確かにあるのはある、プラスなんかよく引くからさ、ただね今いろいろ塩気とか口の中入ってるからやけど、あの多分そのうちね切れるだろうなと思ってました。一回切れた時点で変えようと、はい、それも決めてました。タックルも変えようかな、うん、エアマスターは変えようか。ちょっとね足場がちょっと背が出てるでしょ、だからちょっとやりづらい、やりづらいっていうのかな。道板別にこれ 1.2 でいいんだけど、ちょっとね竿も変えますついでに、もうちょっとタックルを全体的にストップしたいと思いまして、フルモデルチェンジしましたはい、まずね竿、こちらもう1個前になっちゃったけどトーナメントの、15530ね、AGS のやつです。今のトーナメントが出る前だと健康だった。そしてはい最初出ました、テクニウムスッと、そして日糸はワールドプレミアムの 1.55 ドヤ顔でできるねこれねもうさっきまでちょっともうあっていうのがワンランク太くなるだけでもう全然違うもんね。もうちょっと迷った、竿だけ変えようかと思ったけど、まあ、道糸も確かにちょっと細いもんねみたいな、うん、でもうちょっとね大きいのも出るかもしれない、まだ、まあ、それにねあれしてちょっとあの太めな、やつにしてみました。どうでしょうねこれで、リールもでかくなっちゃったし、ああこれだったらいけるんじゃないですかね。バラすとさもうやっぱあれだねさすがにちょっと変わるけど、まあハリスだったらね後から別に 1.2 個に変えることもできるし、でもう仕掛けはさっきと一緒、このグレーエキスパート、V0C ね、ちなみに板直りは何もつけてません、このまんまで使ってます。バランスがいいというかちょうどいいというかね、まあ、さっきこれにね、まあ、ガンダムを打ってました。塩系の下にガンダムね。塩系。これ中かな確か。あの、塩受け側がね。確か中だったはず。いやー、まさかね、自分も途中からタックルを太くするとはね。細くっていうのはよくあるんですよ。例えば、大きい黒からこっちの方に来たとかね。で、細くっていうのはあるんだけど、なんか、えらい引くんだよね、ここの。グレーがもうさっきのセイヤがさもう何だバットの部分もうリールシートの上が曲がっちゃってるからさ、もうこれちょっともうダメだろみたいなパワーの限界を感じましたね。まあ一応ファイヤーブラッド持ってきたんですよデクストルもね、あれでもいいんだけど多分こっちで多分いけるはずと思います。トーナメントも結構ねその何だろうバットに乗り出したらパワーがすごいですよね。
あの制覇はね、もうなんかさらに曲がるというか、なんか曲がるんですよ、制覇の方が。曲がってからのパワーがっていうけど、その走りに対してのためがあんま効かないというか、曲がりきっちゃうんですよね。トーナメントはそのバットにね乗り出すと、もうなんかなんていうのかな、魚の走りをね抑える、こう粘りがこう出てくるんで、同じ1号でも全然こうなんていうか違うんですよ。だから個人的にやっぱね、トーナメントを使う理由はもうそこでというか、やっぱ曲がってからのこう粘りが圧倒的なんですよね。同じ1号でもなんか全然違う。制覇エアマスター 1号50だけど、なんかトーナメントで言うと 0.6 分みたいな、まあ、むしろそれ以上曲がるみたいな、なんかチヌザワに近いですよ、制覇って。だからもう個人的にはやっぱトーナメント好きですよ、ね。まあ、もしかしたらあの制覇エアマスターとこれ売って新しいトーナメントを買うかもしれない。それぐらいトーナメントもなんか圧倒的に自分はね気に入ってますね。というわけで、ね、とりあえず竿を伸ばし終わったので、ここからまあ 1.5 号ね、グランドマックス FX の 1.5 号ね、これを直結して、で今回はちょっと長め取ろう、もう今日はこの釣り方で行こうと思うんで、普通にも7メートル8メートルぐらいかな、さっき6メートルぐらいだったんですよ、7、8メートル、これ 1.5 号だね、ワールドブレイク 1.5 号。もうこれでね、がっつりいけるでしょ、これやったら。道糸も太い、全体的にね、ワンランク太くなれば、ね、余裕が出てくると。だから、ね、まあ、道糸まで太くする必要あったか、ちょっとどうか微妙なところだけど、まあ、これでとりあえず大物を狙いましょう。針はちなみにさっきバラした時はあのガマカツの競技口太の5号って書いてました。でも針先がなんていうのかな、少しこう内側に入ってるのがいいのかな。個人的な意見だけどね、はい。というわけでもう一回ね、このガマカツの競技口太ね、ピンク色のやつ、このちょっと見えにくいと思うけど、このピンク色のやつやろうかなと思います。ちょっと使用器を固定してないんでブラブラなってるけど、先に針つけてしまえば、まあ、とりあえずね浮きは抜けないんで、ささっと針をつけましょうかね。あと、おー、バリか、これバリか、バリか、どっちだ、グレか、バリか、おー、引くけどね。めっちゃ引くけどね、なんかすごい叩くんだけど、三の字やったりしてな。すげえ、バリ、俺の予想で、あー抜け、また切れた。多分バリじゃね。あ、針外れたんや。うん。多分ね、多分バリだ。あれはバリでしょ。なんか海藻っぽいのついてるし。うん。危ない危ない。切れるとこやった。なんか当たったなー。
ったよな、絶対。塩気がビューっていったんだよ。針がない。針がない。お長かな。お長だわ。いやー参ったねー。やっぱお長はもう一瞬で持ってくねー。嘘ですけど。わあ。久々来たぞー、久々来たぞー。なんかチヌかこれ。チヌなのかこれ。いや違うな、グレーだな、グレーだな。おー、いい、元気、おっしゃっしゃい。やっぱ 1.55 にしてるんで余裕がありますね。はいはい、こんにちは。こんにちは。はい、ということで、久々に釣れました。35ないぐらいかな。34、5ぐらいです。はい。青々しく、ね、感じね。こんな感じ。めっちゃめちゃ青々しいで、元気がいいでございます。いや、久々釣れたね。虫かけ変えてから、結構ね、潮の流れがね、変わってきたんですよ。だからどこ狙っていいかまだ分かんないみたいな。だからやっぱこう下に石が多分あるんかな。だからその石がある場所とない場所で色が違うんですよ。ない場所はなんかこう青っぽい色で、ある場所がこう黒い色みたいな多分感じになってると思うんですよ。だからその辺をちょっとどう狙うかっていうのをね、結構こうあっちこっち考えてて難しいね。あれどうしようみたいな。でさっきまでこう当て状がガンガン来てたけど、その当て状がすごく今緩くなって、で今太陽がね、なんかより強くなって風も少しね収まってきたというか、風がなんて言うんだろう、こう冷たい風が超冷たい風が少し冷たい風になったというか、あの風の冷たさの温度が変わった。さっきまでなんか10度の風だったら今13度の風みたいな、少しなんかぬるい、ぬるいまではないんだけど、なんか少し暖かいまではないけど、なんかそういう風になってちょっと変わりましたね。潮の多分風向きも変わったのかもしれないけど、うん、まあ、やっと、まあ、そんな感じでね、このいい感じのグレー釣れました。35、6あるかもしれないね。はい、というわけで、続き頑張っていきたいと思います。まだまたね釣れて、でパッとまた釣れなくなったら、まあ、昼ご飯でもしようかなと思います。やったね、イエイ。よいしょ。これはちっちゃいな。ちっちゃくはないか。そんなにちっちゃくはないか。そうじゃん。これはなんか奥の方でかけたぞ。相当流したぞ。これはなんだ、グレだったら嬉しいな。
プレだったら嬉しいな。おお、引く引く。プレだったら嬉しいけどね。まだ浮きがあそこだからな。お、グレっぽい、グレっぽい、グレっぽい。グレっぽいよ。グレっぽいよ。これ45ぐらいあるか。おお、おお、いい方。いい方。おお、入った。入った。よいしょ。あ、これ結構あるわ。はいはい、また釣れました。今回はね、結構流した。今さっきから食ってるって基本的にここ目の前なのよ。もう自分から10メートルも、だって当て状だから。10メートルもないから、12、3メートル投げて当て状だから、もう本当、竿先よりちょい先とか、まあその辺でこう馴染んで食うっていうあれだったんだけど、今ちょっと潮がこう、こっちに流れてるんで、まあとりあえず流すかって流したんですよ。だから、なんか途中当たりがね、なんか、プルッ、ピュンって、こんな当てがあるんですよ。ピュン、ピュンって。で、そのまま待ってたら、一つだけビューンってね、行ったんで、まあそのまま合わせたら食いましたね。結構流したと思う。15、6、20はないかなっていうぐらい。15、6メーターずっと横に流して。うん、で、その、やっぱ投入位置で、なんか、当て状でグワーって来るときもあれば、横に行くときもある。それが難しいね。はい。これは39センチ。いいね、いい魚体っす。まあ、強一に近いからね。さっきの強一で40ぐらいなんで、1センチ違いなんで、ほぼ一緒ぐらい。いい、なんか、ボリュームの魚体なのよ、これが。はい。楽しいね。で、見てる通りも、青々してるのよ。青々してるって、なんかこう、活性が爆発してる状態というか、興奮状態っていうのかね。だからもう、すげえ引くんですよね。だ最初、あれチヌみたいな。なんか変な引きするのよ。で、その後、ぐーって重さが乗っかるから、あ、グレかなみたいな感じですね。はい。ということで、ライブ入れたいと思います。やったぜ、これ。